下、海洋陛下、お気を確かに、モント様。ルシオ、大丈夫か？しっかりしろ。何をしている？目を覚ませ。大丈夫。僕は平気だ。何ともない。案ずることはない。つまらぬ幻を見せられていただけだ。幻？じゃあ、お前も？その口ぶり、貴様もか。だが、解せぬな。世に訴えるというのは、無駄であろうが理解はできる。だが、コアクリスタルの守護者を謳うこの者にまで、幻を見せたのはなぜだ？光の意志。光の意志？よかった。無事だったんですね。まずは、世の問いに答えよ。あのくだらぬ茶番を見せたのは、やはり貴様の差し金か。コアクリスタルが、どういうことなんですか？それはつまり、僕とモント、どちらにもコアクリスタルは力を与えるということですか？ならば、話は早い！勝った方が全てを手に入れる。それだけのことだ。ルシオ、お前もコアクリスタルの力を使えるなら、何か対抗する方法はないのか？そうだ、僕にも。遅い！チッ！海王はこれまで、イレギュラーな方法でもコアクリスタルの力を行使してきている。力の扱い方は、奴に一日の長があるか。ルシオ！こいつらは俺たちが相手をする。お前は急いでコアクリスタルに接触しろ。海王の好きにさせてはダメだ。分かった。コアクリスタル、僕の呼びかけに答えてくれ。コアクリスタルは世のものだ。邪魔などさせる。なんだ、これもビジョンなのか。とてつもない威圧感だ。勝てるのか。俺はこいつに。いや、迷うな、アルストリア。ここまで来たらやるしかない。行くぞ。アルストリア！俺のことは構うな！大丈夫だ。こいつは俺が必ず！お前はコアクリスタルに集中しろ！ルシオ、光のクリスタルの戦士。威圧さえ仕留めれば。
たとえ陛下と同等の力を得たとて、戦いながらではコアクリスタルを制御などできまい。覚悟。そうはさせん。私の存在を忘れたか、キトン。リンクス、お前はいつもそうやって。キトン、今コアクリスタルの力をお前にも。いいえ陛下、お気遣いは無用に願います。ここは私が。コアクリスタルの力がなくとも、陛下のために鍛え上げてきた我が拳、リンクスごときに遅れは取りませぬ。キトン、ご信頼ください陛下。私はあなた様をお守りする月の拳。我が拳、我が命は今この時のために。行くぞシャドウリンクス。決着をつけよう、キトン。